ちなみに5月23日付の全国ランキングはご覧の通り、ランキング上位の強豪を抑え堂々1位に輝いたこのバンドに今回は注目。日曜の井の頭公園に鳴り響くクラシックの音色、そして人垣の中心でメロディーを奏でているのは見た目も素敵な男性4人組。彼らがストファイサイトで今熱い注目を集めるバンド、エヴァリー。ライブ終了後、ランキングのポイント要素の一つ、ライブ投票をするお客さんの姿が。投票はしまくってます。あ、毎日してます。順位がこう変動してるので、こう一喜一憂しながら見てるんですけど、今エヴァリーさんが1位で、それさっきすごいびっくりして。いや、やっぱ応援してくださってる皆さんが毎日クリックして投票してくださってるおかげだと思うんで。いや、これほど嬉しいことはないですね。ありがとうございます。そんなファンに支えられているエヴァリーのストリートライブは、路上でクラシックを演奏するという珍しいタイプ、しかもかなりアバンギャルドなスタイルだ。きっかけとして、そのバイオリンとかチェロの見た目で、あ、珍しいなって思っていただいて、演奏の中でもあんなことやるんだみたいな、ネタとか演奏の技術とか見せながらストリートライブは行ってます、ね、ストリートライブはクラシックをベースにやってますけども、もともとロックバンドとして立ち上げたエヴァリーであって、でライブハウスの方ではもちろんバイオリンとかも入ってはいるんですけども、歌が基本で、ドラム、ベース、ギター、ギターボーカルという形の本来のエヴァリの姿っていうものが見せられるようにライブハウスの方ではなってますね。なんとエヴァリーはもともとボーカルが中心のロックバンド。リーダーのただしはボーカル、ギター、バイオリン。ただしの弟ゴローはギター、バイオリン、ピアノ、コーラス。コムコとコムカイはベース、クラリネット、コーラス。最年少のウタカはドラム、チェロ、コーラスを担当。ライブハウスのステージでは4人で13のパートを操るスーパーバンドなのだ。この日渋谷のライブハウスでワンマンライブを行うエヴァリー。ライブハウスでのパフォーマンスをチェックすべく興味津々でそのステージに潜入。よし、頑張ろう。試合ますか。いいですか、皆さん行くぜ。そこにはストリートとは打って変わって激しいロックスタイルの4人が待ってるぜ。お前が大きくなってこの場所に戻っていくの、変わったもの、変わらないもの、人と確かめながら。そしてクラシックアレンジの曲も演奏。楽曲によって楽器やパートを使い分け、多彩なスタイルでお客さんを魅了するエヴァリー。さらにこんなことも。バイオリンモノマネ F1。 始まりですからね。1位がゴールじゃないので、これからスタートということで、これからもウェブをきっかけにいろんな取材に行っちゃいます。全ては君のアクセスから始まる。